SF 学園シリーズは、若崎県のジュブナイル SF 小説シリーズ。1979年より、秋元書房の秋元文庫からリリースされていた小説シリーズで、全6巻。SF 学園とあだ名される学校を舞台とした、ジュブナイルシリーズ。舞台は、毎回同じだが、ストーリーは各巻ごとに独立しており、主人公も、毎回違う。また、 全作を通して登場する人物も存在しない。カバー袖の解説によると、作中の時間は関数の順に流れているようだが、少なくとも第4巻には設定に矛盾がある。東京都杉並区富士見が丘にあるという設定の学校、星花学院が舞台。幼稚園から大学まである総合学園であり、大学工学部には付属コンピュータ研究所も存在する。 この研究所のコンピュータは、学園の温度調節、成績の管理など様々なことを引き受けているため、SF 的な雰囲気の学校というイメージを持たれている。ゆえに、杉並区藤見が丘を略して、SF 学園という通称で呼ばれている。第4巻には、日本で初めてコンピュータを完全導入した、試験的な学校という記述がある。 1979年 SF 学園未知からの、侵略者1980年 SF 学園恐怖の、異次元大地震1980年 SF 学園二つの、影の挑戦1980年 SF 学園消失人間の謎1981年 SF 学園未来変更作戦1981年 SF 学園次元侵略者を探せ。ありがとうございます。